はい、今回は山口市徳地にある野谷の石風呂に行っています。これですね。山口市にある野谷の石風呂にやってきました。国指定史跡、野谷石風呂。こっちか。行くまで結構距離がありますね。もうすぐ近くにあるんかと思ったけど。このトンネル変わってますよね。岩穴を利用した蒸し風呂。両口色のために、作ったと。まあ、石風呂自体はこの徳地地域にはたくさんあるんですけど、この野谷の石風呂はその一つですね。全石、全仏石。この粘石、粘石どこにあるの？これ？これか？喜ったら、これは嫌だからな。中入れる。入り口が狭いね。うわぁ、カマドウマがめちゃくちゃいるわ。これ落ちてきたな。あー、めちゃくちゃおるわ。カマドウマ、カマドウマだらけだこれ。すごいなこれ。動いてる動いてる。もう酔いすぎてこれはさすがに入りたくないな。奥行きは特にないんで、これ入ったところでこれ、かまどうも落ちてくるわ。間違いなく。
はい、こんな感じですね。やめておきましょう。確実にこれ頭に落ちてくるわ。はい、ということで小谷の石風呂でした。